はい、開封始めます。今回こちら偽物語のですね、ロングタオルインボックス、ボックス？ロングタオルだけね、この箱に収まりなのかもしれない。うん、噛んだ。まあいいや。このデザインが入ってます。あー、これはロングだな。これはどう見てもロングですね。西尾維新のアニメプロジェクト偽物語と、このデザインが縦につながってるわけですよね。全4、5種かな。これなんで対象年齢15歳以上なんだろう。そんな際どい柄じゃないぞ。あ、この柄いいな。ガハラさんじゃないですか。あー、鉛筆か。積み重ねてだな。あー、鳥ですね。フェニックス、月日フェニックスだったかな。あー、これはカレン B の8ですね。まあ開けますか。どのくらい大きいんですかね。何センチだろう。書いてないかな。あー、本体面 100% しか書いてないですね。面100か。まあそこまで使ってても、まあヒソヒソされそうな柄じゃないからいいか。入ってます。すごいな。あらら、技術。うん？これ月日ちゃんだったっけ？あの家なんかおしゃれすぎますよね。びっくりした。これ、この模様は可愛いです。月とうさぎ。座ってますね。あのお風呂とかめちゃくちゃ広くなかったですか？あ、かわいいな、これ。荒なぎカレン。おっと。この、荒なぎ家は、なんかね、見た目は外側普通だったけど、ちょっと壊されたりしてましたけどね。中身は独創的というか、これちょっとな、でかいな。こちらがカレンちゃんです。それでこっちが月日ちゃんと。長いです。長くてちょっと細いというか、何使おう。これなんか手拭きのタオルって感じだな。何使おうかな。なんか何用何用ってわけないですか。あ、ここに西尾維新アニメプロジェクト偽物語ロングタオルインボックス。まあボックスって普通にこの箱のことだったんですね。なんかさらに入ってるかと思ったけど、一応アミューズメント専用景品です。ああ、こんな感じですよ。ドライはダメ。いや、しませんけどね。よ、わ、く、絞れた。はい、いや、色移りとかしなさそうだし、いや。はい、今回はこの、じゃあ月日ちゃんで、西野維新のアニメプロジェクトタオルインボックスのこの柄のタオルでした。